新宿駅南口の皆さん、こんばんは。今日も寒い中で支援に駆けつけてくださいました。皆さん本当にありがとうございます。私はただいまご紹介いただきました日本航空不当解雇撤回裁判原告客室乗務員の原告山田と申します。私たち165名のパイロットと客室乗務員が一昨年の大晦日に解雇されてから間もなく2年になります。私たちのこの不当な解雇は日本航空の構成計画上の人員削減はすでに200人も上回って削減されていた中で、そして日本航空の利益計画の中でも構成計画の目標の2倍近い利益を上げていながら、全く不当なこの解雇を日本航空は強行しました。しかし日本航空の名誉会長、当時会長の稲盛和夫さんは裁判の法廷の中でもこの解雇した165名を残すことは経営上不可能ではないと、全くそのような発言をするような必要のない解雇でした。では日本航空はなぜ165名ものパイロットと客室乗務員を解雇したのでしょうか。それは日本航空は経営破綻を理由に影響力のある組合役員を狙い撃ちにして組合を弱体化させるためにこの必要のない不当な解雇を行ったのです。病欠歴や年齢の高いものから順番にといったこの解雇は客観性を装っていますが、実は労働組合の中心的な役割を担った人たちや私たち CCU 組合員のものが解雇の対象になるように人選基準を作り、そして解雇が行われたのです。希望退職募集とは名ばかりで解雇をちらつかせ、脅しのような日本航空は脅しのような面談を行ったのです。締め切りギリギリになって泣きながら希望退職に応じた仲間もいます。私たちはこの不当な解雇の撤回を求めて1月19日、昨年の1月19日東京地裁に提訴しました。しかしその今年の3月に出された判決は全く企業の言いなりの不当な中身でした。判決の中で裁判長は解雇の必要がなかったと証言した稲盛会長の発言を心情のとろに過ぎないと擁護したのです。憲法で保障されている人間の働く権利、そして法の下の平等でもある年齢による差別の禁止、そして憲法28条の団結権、団体交渉権をもことごとく踏みにじった判決です。私たちはこの不当な判決をこのただいま始まっている控訴審で必ず覆して勝利を勝ち取りたいと思っております。皆さん、航空会社にとって一番大切なこととは何でしょうか。航空会社にとって一番大切なこと、それはお客様の命を守る運航の安全なのです。その安全を担うのは現場で働く労働者です。現場で働く労働者の労働条件が守られなければ安全運航は確保できないのです。
今日本航空は2期連続して史上最高の利益を上げています。人員削減目標も達成していたのに必要な解雇を行ったため、現場ではまた労働条件を大幅に抑え低く下げられ、自由に物も言えず余裕のない職場に展望をなくして多くの仲間が社員が辞めていっています。そのような中で客室乗務員を私たちを解雇してから新たに1000名をも超える客室乗務員を採用を明らかにしています。この夏の国内線では臨時便、昨年の8月には144便あった臨時便がこの夏には4便しか出せませんでした。このような中で日本航空はお客様の立場に立った公共性という点でも社会的使命を果たしているとは言えません。労働者の働く権利とお客様利用者の皆さんの安全確保は一体のものなのです。利益優先のこの日本航空の経営体質を正し、私たちの不当な解雇を撤回させて、職場に一日も早く戻るために皆様のご支援をどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。